みんなで座ることもできます。80キロで皮もないから大丈夫。そうだね、一旦完成。すごいじゃん。これは日暮里の問屋街のところのトマトっていうところで買ってきました。特価です。メーター580円かな。色がメインで使うのはこの色、グレーです。これはね8メートル買いました。今は妹をマックで買収しました。できました。今回はフェイクレザーを使って作りました。このフェイクレザーは問屋さん街の布が安いところで買ったので、かなり費用を抑えられたので良かったよね。今回も同じクッションを頼んで、寸法が分かってればそれ通りに作ってくれて、キャンピングカーのベッドキットのクッションを作りたいっていう要望と、厚さは5センチでっていう要望と、この寸法でっていうのをお願いしたら、どの配合でどの素材を使うのがいいかっていうのは向こうで作ってくださるので、すごいね、楽だよね。こっちとしては自分でホームセンターで買うと意外と高くつくし、うまくできないっていう。今回はちょっと寸法がね、後で変わっちゃったから1センチとか切らなきゃいけなかったんだけど、まあボロボロ出てくるし、いや、やっぱ機械というか、そういうね、専門業者はすごいなっていう実感しました。あとやっぱ安い、送料入れて、まあ名古屋東京だけど、この量作って少し余りが出て1万円でお釣りくるからね。
9000円いかなかった。そうだね、うん、今回も URL を貼ってます。私たちは結局お世話になってるっていうね。でこれで全体のベッドキットと、今回はセンターコンソールの肘置きのクッションも同じ5センチで作りました。ということでクッションができたのでベッド状態にしていこうと思います。どうぞ。これが L 字のスタイル。はい、ここ足を。おいしいじゃん。すごいいいじゃん。何これ。これでこんな感じで、こんな大差して。ここで食べたりも。少しでもいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。次回もお楽しみに。Catch me if I fall.